マゼルの自身初となる全国ツアー、マゼルファーストワンマンツアー2024ジョインアスインザパレードの追加公演ファイナルが10月16日に大阪城ホールにて開催された。同公演の模様をレポートする、写真、マゼル、ファンと心を通わす、維新電信ゲームをする8人が楽しそう。EMSG 所属、ミッション2、 から誕生した8人組ボーイズグループ、マゼル。マゼルは、スカイハイが背負うを務める、BMSG の第2弾ダンスボーカルグループで、カイリュ、ナオヤ、ラン、セート、リュキ、タクト、ハヤト、エイキで結成された8人組。幸福を意味する、マゼル、に名路、マゼ、と情熱、ジール、を掛け合わせたグループ名で、 オーディション番組ミッション2から誕生した。2023年3月31日にミッションでプレデビューし、同年5月17日にビビッドでメジャーデビュー。2024年3月20日にはファーストアルバムパレードを発売し、夏には全国ツアーマゼルファーストワンマンツアー 2024Join Us in the p a を開催。 さらに、10月1日から2日に神奈川、ピィアアリーナ MM、10月15日から16日に大阪城ホールにてアリーナ追加公演が行われた。また、10月16日にはサードシングル、マズケレードをリリースしている。バゼル、圧巻のパフォーマンスに、維新電信ゲーム、デキュートな一面も、10月16日の大阪城ホール公演は、 ファイヤーで幕開け。とこらしさ溢れる楽曲に合わせ、タイトル通り火を多用したド派手な演出がミュゼ、マゼルのファンネームを刺激する。カーニバルや K&K など歌、ラップ、ダンスやフォーメーションに至るまで、見るものを圧倒するパフォーマンスが続く。しかし、その合間にはトロッコに乗ってメンバーが会場を回ったり、 会場のミュゼをピックアップして彼女たちが出す問いにメンバーがズバリ答える、維新電信ゲームを行ったりと、キュートな一面もたっぷりと見せて会場を沸かせる。メッセージタイムでカイリュエーキ涙、ラン最高の景色見に行こうね。メンバーの個性が際立ったダンスパートを挟み、ライブ中盤では8人がラン、生徒、リュキ、タクト組と、カイリュ、 なおや、はやと、えいきに分かれて、エイントのファン、ファーストデート、お披露。チームとしてのみならず、ぐっと一人一人にフォーカスするシーンが印象的に映る。ライブの後半で設けられたメッセージタイムでは、メンバーそれぞれから夢へ向かう過程での葛藤や努力を重ね信じて進んできたからこそ叶えられた今があること、 そして社長のスカイハイアミュゼへの感謝が伝えられた。地元公園ゆえに家族が見守っていた海流と、終わりたくない、とこぼした英気の目には涙も。そして、何の、まだまだみんな最高の景色見に行こうね。という言葉にミュゼは大歓声で応える、全国ツアーのブルーレイ &DVD の発売を発表。そこから、ホリデー、ビビット。 パレード、ラストソングにはこの日リリースを迎えたサード。シングル、マズケレード、もパフォーマンス。ハロウィンシーズンにぴったりのサウンドで大阪城ホールは最高潮に。1021曲を通して今のマゼルのモードを見せつけた。そして12月18日、水曜日、には、2024年夏に完走した全国ツアーのブルーレイ &DVD。D マゼルファーストワンマンツアー2024ジョインアスインザパレードがリリースされることも同公演内で発表された。取材、文イコール桃井舞子、提供原稿。全国ツアーブルーレイ &DVD には7月4日東京ガーデンシアターライブ映像が収録。2024年12月18日水曜日。 に発売されるマゼル初の映像作品、マゼルファーストワンマンツアー2024ジョインアスインザパレードは、初の全国ツアーの最終日、7月4日に東京ガーデンシアターで行われたライブ映像を収録。デビューシングル、ビビッドや高難易度のダンスで見せるヒップホップ調の、カウンターアタック、シーサイドストーリーなど、 同ライブで披露した全19曲が収められている。初回限定版の特典映像には、ツアーの様子を追いかけたビハインド映像を収録。また、通常版の特典映像には、プロダンサーの間や YouTube でも話題の人気ダンス曲、K&K の初、ライブフィックスカメラ映像、と、デビュー曲、ビビッド。 でメンバー一人一人の表情を追いかけたソロチェーシングカメラを収録した作品となっている。